計は午後10時30分を回りました。今週も始まりました小室由里のゆうさぷり。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けするあなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。提供は占い癒しところ薬も庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社と沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転はくれぐれも気をつけてくださいね。それでは今週もよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。さて、5月の30日まで開催しております小室由里初めてのクラウドファンディングチャレンジ、この金額なんですけれども、現在ですね、今日収録しているのが5月の15日の土曜日なんですが、今日現在までの時点での達成率なんと 400% を超えております。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。目標金額今回50万だったんですけれども、現在のところその 400% なので200万以上のご支援をいただいているという、はい、もうなんていうのかな、これってあの私という小室由里という一人の人物への期待値だと私は思ってるんですね。それがこう数字となって現れた金額なんだと思ってて、はい、毎日プレッシャーと戦いながら、しかしまだまだです。あと2週間あるのでね、これからはあの企業さんにご支援のお願いをいこうかなと思っております。それこそコンドームメーカーさんとか、こう膣ケアを推奨されているエステ業界の方とか、そういうところの方と一緒にこの女性の性の、サポートをしていきたいななんて思っているので、もしこの番組を聞かれているフェムテックという言葉にピンと来られた事業者さんはご連絡いただけると嬉しいなと思います。そんな中ですね、もうご支援をすでにいただいております静岡磐田市にあります恋愛成就のお寺、そしてパワースポットとしても有名な西光寺さんに行ってまいりました。はい、こちらのお寺がですね、すごく私大好きで、何時間いても何時間座っていても本当に飽きないというか、ここに座っているべき時間なんだろうな、そんな感覚でね、お寺さんの境内の中で時間を過ごさせていただきました。そしてこのクラウドファンディングの成功祈願というものも、はい、あのお経をあげていただいて、お札もいただいてきました。恋愛成就、そしてパワースポット、力欲しいよという方は静岡県磐田市にあります西光寺さん行ってみてくださいね。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントはサプリなお客様。5月はインタビュー月間となっておりますよ。あなたの恋と愛に役立つ素敵なゲストをお招きしております。今週はですね、毎月2週目に共感一言サプリご担当いただいております共感コミュニケーショントレーナー新田明継さんにご出演いただきました。この1年間様々な変化があった中で、この共感というものがどう変化していったのかということに関してお伺いさせていただきました。大阪の占い癒しところ薬も庵オーナー萩原薬も先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いもお届けします。5月に食べたいデザート編、スイーツ編ですね。スイーツね、美味しいですよね。5月のスイーツといえば和菓子の紫陽花思い出しますね。これ大好きなんです。5月の紫陽花、
いいですね。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想リクエスト待ってますよ。 FM ヤマトをお聞きの方はメールアドレスyuri@fmyamato.co.jp yuri@fmyamato.co.jp へ。 FM ギノワンをお聞きの方はメールアドレス797@fmginowan.com 数字の797@fmginowan.com へ送ってください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、この方ももうすっかりおなじみとなりましたよね。共感コミュニケーショントレーナー新田昭嗣さんにいらしていただきました。新田先生よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんはです。お久しぶりです。そうですよね、うん、ゲストとしてご出演いただくのは1年以上前、はい、あ、そんなに前になりますか。なんかこう毎月ですねお世話になってますから、はい、なんかこうあまり久しぶりな感じがないんですけれども、それ以外にも新田さんとは、うん、あの交流会、ビジネス交流会の方で毎週 ね、お会いさせていただいているというそんな間柄なんですけれども、はい、新田さんの中でこの1年間、まあ、コロナ禍と呼ばれたこの1年間で、はい、いろんなことを変化あったと思うんですけれども、はい、そうですね、その辺のことをお話しいただいてもいいですか。そうですね、あのコロナ禍でも今よく考えてみると1年半ぐらいもう皆さんコロナとお付き合いになってる形になると思うんですけれども、うん、私も、ね、皆様の変化と同じようにやっぱりこのコロナのご時世になってやはりこう大きく影響が出てきたと、はい、もちろん日常的な影響というのは皆様と同様なんですけれども、そのお仕事の影響というところで言いますと、うん、やはり一番大きかったのが今まで対面でやってきたセミナーがどうしてもできなくなってしまった、はい、そうですよね、はい、これがやっぱり一番大きかったかなと思いますね、うん、はい、まあ、対面ですから例えば、まあ、なんとかホールとかね、あの企業で言えば会議室とかそういったところで今までやってきたんですけれども、やっぱりこう人と人がリアルに会ってしまうとやはり問題がある、はい、となってしまったらじゃあ一体どうすればいいのかと、うん、そこであのウゴのタケノコのようにですねバーンと出てきたのがやっぱりオンラインセミナーというものだったんですよね。はい、ですから私もよくやってます。やってますね。2020年の4月5月以降そこから3ヶ月ぐらいですかね、うん、やっぱりそのオンラインセミナーバブルみたいなものがやってきて、ほぼやっぱりこう毎日のように、はい、我々の周りの Facebook とかそういう投稿を見てると、うん、誰かしら必ずオンラインセミナーをやっているという、ね、そうですね、そういう状況がありましたね。で、うん、そういったところでもヒントを得まして、はい、じゃあ、まあ、私もじゃあオンラインセミナーやってみようか試してみようかと、はい、いうことでコミュニケーションにおいてオンラインというものをどう使っていくかという可能性をある種研究するという目的と、うん、やはりこう普段なかなかこうお会いできなくなってしまった皆様を何とかサポートしていきたいと、この2つの理由で、まあ、セミナーを適宜開催するようになっていたんですね。どんなセミナーを開催されてたんですか。はい、でまずは私の共感コミュニケーションのセミナー、これは講師が新田単体でやるもの、それから異業種コラボレーションセミナーみたいなこともやってみたんです。はい、はい、例えば共感コミュニケーションとかそういった枠を取っ払ってもしかしたら、飲食店とか場合によっては、ブライダルとかファッションとか、うん、そういう、まあ、様々な業界の人たちとコミュニケーションというものをテーマに話をしていって、その業界の中のコミュニケーションのこう定理定説みたいなものを聞いていったりとか、うんうんうん、そういうふうにこう自分の持っている器をこう小分けにしてですね、はい、オンラインセミナーとして提供していくようなこともやったりしてまいりましたね。こうオンラインセミナー、私ももちろんあのそのうちの一人なんですけど、はい、この小さな画面の中で、ええ、共感をしていただけるだけの
こうコミュニケーションを図っていくのって正直難しくないですか？そうなんです。やはりそこはもう小室さんのようなプロフェッショナルであればあるほど難しさを感じると思うんですよね。感じましたね。はい、私もなんだこりゃっていうのは往年の松田優作さんみたいな、はい、一言がよく出てましたって、はい、はい、もう非常に難しいところはあると思います。やはり対面とリアルとオンラインというのは本当に違うものだと思っていただいていいぐらい難しさはあると思いますね、うん。そういう難しいコンテンツの中で新田さんはどのようにサポートをされてるんですか？はい、私がよく皆様にお伝えすることの一つとして、はい、お伝えの仕方のテクニックの部分でですね、必ずこれだけやってくださいねというのがあるんです、うんうん。はい、今日もし身をつけばせっかくですからここでシェアさせていただければと思うんですけれども、ぜひお願いします。はい、例えばこうやって音声で話している、音声で伝えている。これはまあ電話とかでも当然普段やってることなんですけれども、じゃあ対面と音声のみどう違うのか。ここをまず考えていきたいんですね。オンラインはもちろん画像も動画もありますけれども、対面の場合には人間話しているときに同時に表情だったり仕草だったり、あとは一番大きいのは声の揺らぎというものがあるんですね。声の揺らぎ。はい、つまり聞こえている声のその周りに人間知覚はしてないものの、でも無意識の中で拾っている声、音域というのが必ずあるんです。うん、例えば吐息とか、はい、そうです。ふっと息を抜く瞬間の漏れる音とか、はい、はい、あとは例えば言葉を発している間にも多少息を吸ったりしている部分があるんですね、無意識に。はい、その時の、息の吸い込む音だったりとか、あと口腔内に反響する音だったりとか、そういう微妙な音がいっぱい、あの雑音ではないんですけれどもいっぱいあるんですね、うん。はい、これをどうしてもオンライン、つまり機械を通して変換する音になってしまうと拾ってくれなくなってしまうんですね。はいはい、でこの揺らぎの中に非常にさまざまな情報が入っているので、対面の時はさほど話す側も受け取る側も苦労しなくても相手の伝えたいこと、もしくは感情みたいなものを受け取りやすくなる、伝えやすく受け取りやすくなるんですね。はい、はい、ですからそれを受け取りにくい状況になっているということは、もっと自分の喋り方、これを抑揚をつけて、その抑揚がしっかり感情として伝わっていくように考えていく、このようにお伝えしていますね。プロでも抑揚をつけるって、はい、やっぱりどこかで意識をしながらじゃないとなかなかできないことだったりしますよね。はい、そうなんです、うん。はい、難しいんですよね、抑揚をつけるというふうにパッと言われると。でもそうですよね、はい、皆さん必ずやってるのが、例えばお酒を飲んだりとかちょっと楽しく喋ってる時とか、うん、テンション上がってる時ってありますよね、はい、その時に喋ってる大げささというのがやっぱりこう日常のスケールよりも大げさになってるはずなんです。そうですね、必ずこれは誰しも経験していることなんですね、うん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 、それと基本は同じなんです。つまり大げさにやっていくことによって伝わりやすくなってくる、うんうん、はい、これが非常にこう基本的なことであり、かつ非常に有効だになってくるかなと思います。オンラインでは、はい、いつも自分が喋っているよりももっともっと大げさに話すっていうことなんですかね。はい、そうなんです。極端な話、オンラインの画面って小さいですよね。小さいです。ですからもう身振り手振りを大げさにしていくと言葉も大きくなります。抑揚もアップダウンもついていきます。で、大げさにやったとしても画面が小さいのでさほど目立つわけではないんですね。うん、はい、ですから恥ずかしがらずに、しかも自分の部屋一人だけでいるんだったら周りに見られる必要もありませんから、どんどん大げさに大げさに表現をしていくと勝手に言葉がついてきて勝手に伝わるようになっていくということが言えますね。もうオンラインの時代であればこそ、はい、大げさに恥ずかしがらずに思いっきりやるっていうのも一つポイントかもしれないですね。そうですね、ありがとうございます。さて、そんな新田さんなんですけれども、はい、最近はお仕事の中でこう海外に向けた仕掛けなんかも少しずつ始まってるなんていうのもお聞きしたんですが、あの
ありがたい話でですね、やはり苦肉の策として始めたオンラインセミナーだったんですけれども、まあ、回数を重ねていくことによってこう非常に好評をいただいておりまして、はい、あ、なるほど、あのそういう手があったかと、うん、かつ私もやってみたい、もっとより多く表現していけるようにトレーニングしていきたいとか、さまざまなお声をいただくようになったんですね、はい、で、あのオンラインというのはご存知の通り海外にも一瞬でつなげられるそういうものですので、ですからあの場所が日本と海外、まあ、離れていたとしても時間さえ合わせれば同時にセミナーをしていくことができますので、海外に在住の日本人の方とかそういった方からも、ちょっとこう日本の方々とコラボレーションセミナーをしたいんだけどという相談をいただいたりして、それをプロデュースしていったりするような動きも今出始めておりますね。すごいですね。海外にお住まいの日本人の方とのコラボレーション、はいはい、そうなんです。まさにオンラインならではの取り組みですね。そうですね、あの冒頭の挨拶が、あ、おはようございますって言ってたのがこっちではこんばんはみたいなことになったりすることありますけどその部分だけ気をつければ全然成立するものなんですよね、うんうんうん、はい、オンラインにこれからねチャレンジする、またはもっともっと良くしていきたいという方のサポーターとして、新田さんこれからもご協力いただけるということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。そんな新田さんへのお問い合わせなんですが、はい、ストアカというサイトがございまして、はい、この中でダイアログデザインラボと検索していただくと、はい、新田明嗣さんのページが出てくると、はい、そうですね、そちらからさらにあの具体的なことをお知りいただきたい場合はダイアログデザインラボ、私の野望のページホームページの方に移っていただければ、いろいろこんなことやってるんだなということをお分かりいただけるんじゃないかなと思っております。はい、ではそろそろお時間になってきましたので、はい、この番組を聞いていただいているリスナーの方にぜひ一言お願いします。はい、皆さんオンラインまだまだ、可能性未知数です。一つだけ言えるのはオンラインって実は楽しくて全然怖いものでは何でもないので、どんどんチャレンジしていってほしいと思っております。一緒に楽しんでまいりましょう。ありがとうございました。本日のサプリなお客様、共感コミュニケーショントレーナー新田明嗣さんにご出演いただきました。新田さんありがとうございました。ありがとうございました。新田先生ありがとうございました。私も久々にこう新田先生とお話をしてて感じることっていうのが、あの Zoom とかのねオンラインでのコミュニケーションを取るための媒体っていろいろあると思うんですけれども、新田先生もおっしゃっていた通り、通常通りのコミュニケーションのスタイルだとなかなか自分の気持ちって伝わりづらい、こんな1年間だったなっていうのはすごく思うんですよね。だからこそ新田先生のような共感スキルが必要だったり、私がセミナーで お伝えしていく画面での映り方なんていうのも非常にビジネススキルとしては大切になってきたなというのを実感として感じます。もちろんビジネスだけじゃなくて、これ婚活事情、恋愛事情でも同じことが言えるんですね。この1年婚活恋愛、あのマッチングがオンライン化されましたけれども、このオンラインでマッチングする時の問題点として、笑顔が少ない、オーバーアクションじゃないので相手の気持ちがわからないというので、なかなか前に進まないことも事実あったようなんですね、まあ、だいぶこの辺は1年経って緩和されてきたようなんですけれどもね、うん、なのでこれからますますこの共感というこのキーワード非常に大事になってくると思います。ビジネススキルとしての共感コミュニケーション、トライアルしてみたい方はストアカ、インターネットでストアカと検索していただいたサイトの中で新田明嗣と検索していただけると、新田先生のダイアログデザインラボのページへ飛んでまいりますので、どうぞ検索してみてくださいね。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは恋愛から婚活、
夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。踊れ踊れ私の占いサブリ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週も十二星座で占いますよ。5月に食べたいスイーツ編です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、少年少女の心を忘れないおうし座さん、恋のぼりのプルプルなゼリーで屋根より高くいっちゃって。おうし座、旬のものを食べたいおうし座さん、子宝によい柏餅を食べて早速ご利益感じてみてね。双子座、暑い夏に備えて栄養を整えたいこの時期、キーッと冷やした琵琶をお口に含んでみてね。蟹座、初夏の陽気は10代のあの頃を思い出させます。さくらんぼは初キスの淡い青春思い出して。獅子座、5月からは紫外線が強くなります。ブルーベリーを食べてすべすべな美肌目指しましょう。乙女座、暑い日もあり疲れちゃうこの時期、ブランデーにメロンを添えてほろ酔いデザートで酔わせてね。天秤座、沖縄のパイナポーは5月が旬です。硬い皮をむいて果汁したたるパイナップルパパパッと食べて。サソリ座、甘酸っぱさがすがすがしいスモモ、お尻のようにまん丸でプリッとした歯ごたえも感じてみてね。いて座、5月も後半になれば連日汗をかいちゃうわ。ほてった体もアイスクリームでクールダウンしてね。ヤギ座、お腹の調子を良くしたいこの時期、いちごのフローズンヨーグルトでおいしく腸活してね。水瓶座、ムシムシして
食欲も落ちがちです。水羊羹は見た目も爽やかでつい食べたくなっちゃう魚座、日本でもメジャーフルーツになった、マンゴー、とろっとろに完熟したマンゴーを思う存分召し上がれ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い大阪ヤクモ漢数字の8に空の雲と検索してみてくださいね。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。5月21日金曜日は女性限定のセクシュアルセミナー開催です。フェミニンセクシュアルエデュケーション、私は私に変える女性の自立と解放、こちらはですね3人の講師が登壇するセクシュアルセミナーとなっております。瞑想のスペースで行われるセラピーとボディーワークを融合させたマッサージ法のサイキックマッサージトレーナーでいらっしゃいます石村マテイさん、女性性の時代のスピリチュアリティをお伝えしているタオイストジャパン代表のタリカ・ディーバさん、そして私男女コミュニケーション専門家の小室ゆり、この3人で令和の時代を生き抜いていく、そんな女性限定のセクシュアリティをお話しいたします。5月21日20時から22時です。詳細お申し込みはタオイストジャパンホームページからお願いいたします。タオイストジャパンと検索してみてくださいね。ここまでのお時間は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室ゆりと、占い癒し所ヤクモアン、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系以上3社の提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します、 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮人さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。りょうとさん、うるま市はもうな牛がペットなんですね。私牛がペットの人初めて知りました。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛するということにかけては女性こそ専門家で男性は永遠の素人である、日本の小説家三島由紀夫の名言です。その専門家100人いれば100の専門があるからこそ男性は永遠の素人なのかもしれませんね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から